はい、本日も始まりました一丁やりまっせ。前回から診断をちょっと指導させていただいてるんですけど、本日は P とある科学のレールガンを指導させていただきたいと思います。スペックの方とかも分かる範囲内で説明していけたらいいなと思うのと、演出が結構多彩にいっぱいあるみたいなので、そちらも楽しんで見ていただけたらいいなと思います。では始めていきます。まずスペックの方から、239分の1の U タイム非搭載となっております。ラッシュ突入率が約 50%、 ラッシュエクストラ継続率が約 80% となります。またね、右打ち中の大当たりの振り分けに関しましても結構複雑な仕組みになってると思いますので、そちらも当たってから説明させていただけたらいいなと思います。あとは4大演出ですね。4大チャンス演出、まずはさまざまな演出から発展する最強三坂ゾーン、こちらが大当たり期待度 45.7% ございます。次に大当たり期待度が高いのが超電磁フリーズゾーンですね。こちらが約 54.4%、 そして次が当落ボタンですかね。超レールガンボタン、最後の当落ボタンが超レールガンボタンだと信頼度 77.4%、 そしてレベル5予告が一番大当たり期待度高くなっておりまして 91.3% あります。で、おそらくこの4大演出の3つが複合すると大当たり濃厚かなと思います。全部出せたらいいな。このライトミドルで U タイム非搭載っていうのがなかなかすごいなと思います。スペック的にはラッシュさえ突入してしまえば普通のミドル319の機種と変わらないぐらい出玉があるんじゃないかなと思います。 50% 右打ち中の当たりの 50% 以上で2000発もらえるらしいです。振り分けさえ勝てればね、だいぶ大きいんじゃないかな。ラッシュ突入率が 50% なんですが、約そのうちのへそからの当たりで 7% ラッシュエクストラに直行があるみたいです。その 7% 引ければ時短突破型じゃなく直通でラッシュ取れるみたいなので 7% 引きたいなと思います。もしかして三坂さんではありません。緑保留来ましたね。どうなんやろ。あ、三坂みことゾーン、あ、最強三坂ゾーンじゃないか。違いますね、これは。こっからなんか上がったりするんかな。後期で参りましょう。さあ、行きますよ。熱ってなってます。熱いんかな。ギジさん行きました。3点パイ。金が絡んでほしいですね。ジャッジメントですの。お待ちなさい。白い黒子 VS 灰色キネシス。紫保留になりましたね。だいたい筐体のこの上の方が激しく震えたり、結構演出が激しいみたいなんで、暑い時はそれでわかるんじゃないかなと思います。もうとあるといえば、前回のインテックスの方がすごいホールさんで人気だったじゃないですか。だからね、今回も239分の1ですけど、期待が高いです私は。このとある科学のレールガンを指導させてもらうということで、昨日ちょっとこのとある科学のレールガンだけちょっとアニメ4話ぐらいまで見させていただいたんですけど、面白いですね。ちょっと寝落ちしちゃって全部は見えなかったけど、インデックス売っててどういうことなんかなと思った部分がちょっと分かりました。お、ギミックが上がってきました。
この町は必ず守る。お？赤保留に変わった。バーサス AI ムバースト、絆ゾーン。なんか熱いじゃないですか。ここが溜まってレベル5になるとレールガン、超レールガンボタンが発生します。今まだレベル1。くよくよしてないで、自分で自分に嘘をつかないで。これどうなの、ピンクのカットインって。どう？こんなんで当たる？すごい。あ、めっちゃ風きます上から。こんなんで当たんねや。すごい。特に何も4台チャンス演出はなく当たりました。打ち始め90回転ですね。7%いきました。私ラッシュ直行です。やったー、有言実行できた。この時短100回の間にラッシュ中は68分の1を引ければラッシュ継続になります。残り20回、やばい。残り10回です。駆け抜けました。右打ち中で当たったら振り分け説明したかったんですけど、ちょっと駆け抜けやったんで、もう一回当てるんでちょっと待っててください。紫まで上がりました。赤まで行ってほしいな。頑張れ。赤まで行った。ちょっと期待できるかな。どう？ちょっと弱い？どうやろ？一個じゃ弱いな。弱いな。でも当たってほしい。せめてネクスト。もうわかんない。熱い展開へ。おー、めっちゃ久しぶりに来ましたよ。超三坂ゾーン 45.7% あります。これはもう赤いくかな。紫か。いいよね。キーモジどうやろう。間違えてめっちゃ熱いボタン来やんかな。はい、濃厚でさっぱりした甘さと味噌かは率直な感じ。回りました。ついに来たんじゃない。ギジさんです。覚悟は、覚悟はいいわね。チャンスだ。これを言ってほしい。行きました、超電磁フリーズゾーン 54.4% です。あともう一個絡めたい。お願いします。マジか。まあ保留は青のまんまやったもんね。あー、よかった復活。風やば。よかったです。716回転めちゃはめちゃいました。はい、今回は 93% の方を引いたんで、時短100回中に163分の1を引ければ
ラッシュエクストラ突入となります。確率が約 46% ですね。この 46% を突破できるかどうか。いやー、いけるでしょう。ラッシュ突入、頑張ってラッシュを取ろう。ミッションはよく止まりますね。今晩中に全てを終わらせるアイテムミッション。トラップが2つある。ジョーカー出されても面倒だし。トラップ1、セリオ、あいつか、逃がすか。トラップ2、セリオ、よし。やっと来たか。ずいぶんな重役出勤ぶりね。ムギのバーサス三坂美琴。ここで。おそらくさっきの文字はデフォルトっぽいですね。赤は。できひんな。あー、163分の1の壁はでかいです。軽くラッシュの右打ち中脳を振り分け説明させていただきます。右打ち中脳あたりは 50% で2000玉以上もらえます。そのうちの 39% が約2000玉となっておりまして、約 10% で3350玉いただけます。で、わずか 1% ですが、なんと4700玉もらえる確率もあるので、振り分けさえ勝てればかなりでかいと思ったら、ちょっと熱い演出きました。最強三坂ゾーン 45.7%。 これだけじゃ当たらんってのを学んだんで、まだ油断はしません。弱いかな、どうかな。弱いね。すみません。はい、ではトータル1000回転回させていただいたんですけど、最初はちょっとラッシュ取れちゃって、ラッシュ取れて、まあ、駆け抜けってなってしまって、2回目の大当たりはちょっと時短でラッシュ突破できずということで、ちょっと右打ち中の大当たりの振り分けもちょっと説明して演出見せたかったんですけど、ちょっと時間が来てしまったので、これで終了させていただきます。私も1月24日から全国導入となっておりますので、ホールにてリベンジしたいと思います。皆さんもよければ打った時の感想や右打ち中の感想、おっしゃったらコメントしてください。では本日もご視聴いただきありがとうございました。